トルクフルな専用エンジンの採用、徹底した軽量化とワイドトレッド化、緻密なシャシーチューニングにより圧倒的な走行性能、エキサイティングなハンドリング性能を手に入れた。高いボディ剛性と軽量化による優れた走行性能を実現。操舵に対する要応答性が向上し、コントロール性もアップ。世界トップレベルのハンドリング性能を目指し、シャシーやサスペンションに専用チューニングを施し、優れた走行安定性を実現。テストは日本のみならず、スポーツハッチバックの本場ヨーロッパでも行われ、徹底的に鍛えた。大幅な動力性能と加速性能の向上に合わせ、フロントブレーキサイズを拡大し、制動力を確保。高い走行性能の実現のため、空力性能にも磨きをかけ、リアスポイラー形状の最適化、床下空力パーツの増強を行った。車体、パワートレイン、足回り、内装に至るまで徹底した見直しにより、先代からおよそ 70kg という圧倒的な軽量化を実現。動力性能と加速性能の向上にも大きく貢献している。パワーユニットには新型スイフトスポーツ専用にチューニングした 1.4 リッター直噴ターボエンジンを搭載。点火制御、ターボ下級圧制御をスイフトスポーツ専用にチューニング。最大トルク、最高出力、下級レスポンスを高め、低回転域から力強くどこまでも加速していくような特性とした。低回転域から2リッター自然吸気エンジンをしのぐ最大トルク 230Nm を発生。軽量、高剛性な新プラットフォームと合わせ、大幅な動力性能の向上を実現した。トランスミッションはスポーティーな走りを意のままにする6速マニュアルと、スポーツ走行を身近にする6速オートマチックの2種類を設定。6速 MT は直噴ターボの高トルク領域を生かすためのクロスレシオを採用。1、2速のトリプルコーンシンクロに加えて3速にダブルコーンシンクロを採用し、軽快感と節度感を両立。6速 AT は 1.4 リッター直噴ターボエンジンのパフォーマンスをよりダイレクトに味わうため、ホットハッチバックとして最適なギア比に設定。新型スイフトスポーツのスポーティーな走りを支える安全性能も充実。衝突被害軽減システム、デュアルセンサーブレーキサポートに加え、新たな先進安全技術を採用。スズキ初となる車線逸脱抑制機能は、中高速で走行中の意図しない車線逸脱を抑制する機能。単眼カメラが車線を認識し、車線から車両がはみ出しそうになったとシステムが判断した場合、ステアリングをアシスト制御、車両を車線の内側中央に戻すようドライバーを支援する。衝突の回避または被害軽減を図る自動ブレーキ機能のほか、誤発進抑制機能、車線逸脱警報機能、ふらつき警報機能、先行車発進お知らせ機能、ハイビームアシスト機能、アダプティブクルーズコントロールも装備。また、SRS カーテンエアバッグとフロントシート SRS サイドエアバッグを設定。ボンネットやフロントバンパーなどに衝撃吸収構造を採用した。